皆さんこんにちは、ハローニューヨークのマイです。はい、私はこれから日本に帰国をします。ということで JFK 国際空港にやってきました。この状況で国際便ってどんな風になっているのか気になっている方もいらっしゃると思うので、今日はニューヨーク JFK 国際空港から日本までの様子を皆さんにお届けしたいと思います。今回私が利用したのはエバー航空。ニューヨークから台湾を経由して関西国際空港までのフライトです。まずはチェックインカウンターに行く前に台湾の国で決められているサイトに登録をしました。台湾に入る理由、私の場合は乗り換えなのでその報告、そして感染対策についての詳細が説明されていました。ちょっと中国語だったので分かりづらかったんですけれども、説明を受けながら登録を済ませました。そしていよいよチェックインです。入り口で検温をして記入書類を渡されました。2週間以内に発熱などの症状があったかどうか、コロナテストを受けているかどうかなどの質問事項がありました。チェックインは普段と変わったところがなかったのでスムーズに終わりました。空港内にはマスク着用を促すサインやマスクが売られている自販機などがあって、対策もしっかりされていました。いよいよゲートに向かいます。はい、今セキュリティチェックを通って中に入ってきました。セキュリティチェックはいつもと同じようなルーティーンだったのでスムーズに入ってくることができました。空港内の様子はですね、私の乗る飛行機が夜遅い便というのもあるんですけれども、人が全然いません。人がいなくて結構シーンとしている印象があります。それではこれから台湾を経由して日本に帰りたいと思います。それでは飛行機に乗り込みます。すごい人が少なそうです。 CA さんはマスクはもちろんですが防護服のようなものも着ていました。そしてご覧の通り本当に人が少なくて、多分 20% くらいの人しか乗ってないのではないかなという印象です。私の列にも他に誰も乗っていませんでした。機内の様子をレポートしたかったんですけれど、深夜便で電気が消されていたので暗すぎて断念しました。機内食もこういう時期なので変更されているのかなと思ったら、普段と変わらないもので美味しくいただけました。ただ毎回アルコール入りのナプキンが配られて、安全もしっかり守られていました。はい、今台湾の空港に到着しました。ニューヨークから16時間ほどのフライトだったんですけれども、人数制限をしているということもあって、それぞれ乗客の皆さんが離れた席に指定されていたので怖いなという不安はあまりなかったです。で、台湾空港に到着してから乗り換えがある私たちはこのステッカーをもらって、スタッフの方々と一緒に集団行動で待合室まで来ました。で、その間に体温計を測ってもらって、そこで合格したら入れるというシステムでした。はい、ここから次のフライトまで3時間のレイオーバーがありますので、ちょっとゆっくりしたいと思います。待合室はとっても広くて、軽食が食べられる場所もありました。座席も間隔を空けて座るようにサインが貼られていました。日本行きの飛行機までも来た時と同じようにスタッフの人と一緒に移動しました。はい、今日本行きの飛行機に乗り込みました。本当にこの飛行機もね、見てください、全然人がいなくてガラガラです。はい、では大阪までのフライトは2時間ほどです。最後のフライト楽しみます。離陸してすぐに3つの書類が配られました。日本に到着してからの検査に向かうまでの説明と、帰国後14日間の自粛待機についての説明、そして自粛待機をする場所や健康状態についての質問票をもらいました。この書類を見て、あー、ついに日本に着くんだなと実感しました。はい、今関西国際空港に無事着陸しました。今検疫官の方からこれからの検査について詳しくアナウンスがありました。で、さらにこれからの
検査の詳細についての紙ももらいました。さっきもらった質問票に記入漏れ等があるとこの飛行機から出ることすらできないとのことだったのでちょっとドキドキをしていますが、まあ無事にね到着したことにちょっと安心はしています。でこれから先は撮影が禁止とのことなのでまた後ほどどういうことがあったのか皆さんに報告したいと思います。検疫の手順について説明します。まず飛行機を降りたら検疫官の指示のもと検査場に向かいます。その途中でこの LINE の登録についての紙をもらいました。14日間の自粛待機中の体調を LINE で報告をします。機内で配られた書類を確認してもらい PCR 検査番号と検査容器をもらいます。唾液採取に必要なのは1から 2ml、 これが意外と多いので喉は十分に潤わせて検査に行くことをおすすめします。自分の番号が呼ばれるまで待合室で待ちます。説明書には 2,3 時間とありましたが私は40分くらいで結果が出ました。番号が呼ばれたら検査結果を聞きに行きます。再検査の場合もあるのですが陰性だった場合はこのまま入国審査へ向かいます。はい、今検査結果が出ましてそれが陰性だったのでそのまま入国審査を受けて今手荷物を取りに行っているところです。で結果が陰性だったらこの赤い紙と陰性でしたというスタンプがもらえるみたいです。あともうちょっとですね、頑張ります。ニューヨークから関西国際空港までは直行便がなく経由便だったので検査なども含めると24時間ほどかかってしまいました。荷物の受け取りはコンベヤから自分でピックアップするものではなくすでに並べられているのをスタッフの方から受け取る形になっていました。さあついにニューヨークからの長旅のゴールです。ようこそ。はい、ということで日本に無事到着しました。いつもとは違って検査があったり書類をたくさん書かなきゃいけなかったり時間もかかって大変な帰国だったんですけれども無事についてほっとしました。で、私はこれから家族のいる家で2週間の待機となります。日本に帰っても安全には気をつけて過ごしていきたいと思います。で、この動画が海外から帰国される皆さんの役に立てば嬉しいなと思います。ということでありがとうございました。それでは See you next time!